中古地の一つでございまして、我らはその名古屋の地からやってまいりました。ちと岩手の皆様に聞いてまいりてや、名古屋行ったことあるよっちゅう方、おございますな。あ、まだちっちゃいお子さんたちはね、行ったことないかな。2回の方も行ったことございますから、ありがとうございます。ではですね、行ったことある方はその名古屋の地を思い返していただいて、行ったことにある方々は今から皆様を名古屋の地戦国の映像をお連れいたしたいと思います。助けた、あれをみんなでやったのや。お、それでは皆様と共に勝ち時というのをやってまいろうと思います。勝ち時とは勝ち戦を願ってあげるものでございまして、右手の拳を大きく掲げ、ものにござりまする。皆様方にはこのエイエイオーを一緒にやっていただこうと思います。それではまず練習いたしたいと思いますので、皆様方右手の拳を掲げてください。2階の方々もお願いいたしますぞ。さあ、2階の方々も、はい、いいとおりますか。ありがとうございます。それでは参りますぞ。皆様の勝ち時じゃ。前より蘇りし、おのどの集団、本日は現世という戦国の世を生きる皆様方にたくさんの元気とありったけの勇気を精神性お届けする所存でございます。世は大変なる、その暮らし楽にあら、民は必死に生きております。この様は400年前戦国の様にございます。ここは桶狭間、違います。ここは三方ヶ原、違います。刑事、ここは長篠湖、違うの。ここは関ヶ原湖、違うの。ではどこしよ。日の本の国、平成の世の合戦場にございます。であるか、面白い。やろう、出陣じゃ。はやー、さあ、皆の衆、手拍子じゃ。
仲間を愛し、自由を愛し、誰にも媚びずに我が道を行く者よ。我こそは天下御免の歌舞伎者、前田健司。やった！秀吉様に生涯を尽くし槍を振るい続ける男、忠義を尽くして城を築く加藤清正。
ありがとうございます。この演舞といったものは普段名古屋城で披露いたする特別なものでございまして、今回はこの岩手の地で披露することができ、我らも嬉しく思う次第なんですが、先ほど陣火祭が名古屋に来たことがあるよというものを聞いたとか、今一度名古屋に来たことがあるよというものをどうじゃ、その中で名古屋城に来たことがあるもの、名古屋城に来たことがあるもの、結果ではないか、なぜじゃ、他の場所行ったんじゃな、なるほど、なぜな、岩手花巻空港から直行便で名古屋空港があるというのに、我ら名古屋を照らしの所帯は名古屋市を世界一の観光都市に導かんがために日々名古屋城で活動している。なんとも本拠地である名古屋城にぜひとも皆さんは愛してほしい次第。名古屋城には居所があるわな。はは。今現在名古屋城はかつて国宝第1号に指定された本丸御殿というのが復元完成と相なったわけなんじゃ。もうディーフレとなるものを持っている者がおるようにな、それを見てもらうと分かりやすいんじゃが、日の本で初めて城郭建築で国宝に指定されたものなんじゃ、多くの者が姫路城と現在思うとる者が多いが、実は名古屋城であるということをまずもって全国の日の本の民に伝えてまいりたい。そしてこの本丸御殿であるが、分かりやすくどれだけすごいかと思うと、かかった費用が莫大でござる。一体いくらでござろう。150億円かかってる。150億、さよう。当時でこの木曽ヒノキと呼ばれる木曽山と呼ばれる場所が取ってきた木々を使ったんだが、実は当世の本丸御殿も全く同じ場所が取ってきてる、同じ素材同じ技法で全く昔のものを忠実に復元することができてる。これができるのは城郭において実は名古屋城だけでございます。名古屋城かつての記録図なんかが詳細残ってる上にこのように復元することができるように、400年前の頂をぜひ名古屋の地で見てもらいたい。いやはや新規さーん、歌いましたか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 、さすがに南蛮なので我らであれば一コリでございましたが、さすがでございます、作りが違いますよ。いやーワッパの襲撃でございましたが、みなりはぜひとも襲撃がない名古屋城に足を運んでもらいたいなので実際ひなわじを飛び交っておらんように今は名古屋城は、そして、はい、今日はお子が多いわな、はあ、お子が多いこの子供たちに勧める場所は名古屋あるな、ございます。おこちらというのが東山動植物園、俺聞いたことあるぞというものはどれほどおるかの東山、おおちらほらちらほら正しくない、はい、動物園は好きか、動物園は動物園好きか、好き、そうか、好きなんですよ。いや、さりながらその東山動植物園には非常に有名な動物がおります。おゴリラ、我らの時代は少女と呼んでおりました。そのゴリラのシャバーニというものが非常に面構えが良い、現世で言うならばイケメンなものにて、この写真集というのが6万部売れるほどの男前、イケメンゴリラさよにございます。ゆえにこの日の本のおなごがもう人間の男をほったらかし、この男前のゴリラを見るために足を運ぶといったもので、まあ現世でも有名になりました。まあ一部そういったものがおりませんか、今の言い方だと見ながら答えますみたいな個人差ありでござるけど個人差ござるけど、されながら、まあ、ゴリラだけにあらずと、これは何が楽しめるかと申さば、やはりより近くで見れる動物が、そして触れ合うことができる、故に、まあ、小さきお子たちもそういった動物を見て普段は見るものを見るわな、それだけにあらず実際に触れ、そして餌をやるといったもので、さらにその動物を知ることができるというのがわしのおすすめ。おうおう、そして動物はそこでございますが、動植物園でございますので、このバラ園というのがございます。こういったものは、まあ、このカップルなるもの、この男と女子が、まあ、寝言がぜひなそちらを巡ってもらいたい、あとはスカイタワーなる非常に立派なものもございますので、そこからの夜景も見てもらいたいと、ぜひ全世代が楽しめる、それが東山動植物園でございます。素晴らしい。信長様は何か勧めございますか、名古屋の。やはり名古屋飯だな。名古屋飯、うん、名古屋飯知ってるよというものがあるか。お、あ、でも好きなんやな。ちょっと、あの、はい、やはり何だと思う、名古屋飯だと思う。名古屋飯といえば、名古屋飯といえばひつまぶしだな。そうだな、ひつまぶし、ひつまぶしだ、ひとだ、ひつまぶし、ひつまぶし、ああ、知っとるもの、うなぎどんなんか近いかもしれない、ありがとうございます。中身はただ、もう、最近も言うんだよ、遅れたしました、
つまぶしというのは3度楽しみ方がある、はい、そのまま食べる、そして薬味をかける、食べる、そのつけは茶漬けにして食べる、ああ良いですな、3度美味しい、つまぶしをぜひとも名古屋の地域で食べるってほしい、そして、はい、うなぎの焼き方も少し変わってると思います、おそらくこの地方は一度蒸してから焼いたりするけど、はい、名古屋は生のままそのまま焼くがいいという皮がパリパリして香ばしくて美味しい、食感がいいですな、はい、そしてちょうどこの時期というのがやはりうなぎもこの肥えておりまして脂が乗ってるんですよ、上に皆さんももう早う名古屋に来てひつまぶしを食べてもらいたいんじゃ、うん、他はやはり後ろにもこちら天むすや味噌煮込みうどんをかぶるというのがございますけども、やはり場所はでもあれだもん、台湾ラーメンがあると思う、ああ中のものにはまずジャジャミと呼ばれるこの地の有名な麺がございまして、うん、ピリ辛な味わいでござるわな、上に我らの国は台湾ラーメンと非常に近いものがござるに、そこを入り口に参ると良いやもしれない、最高だね、それだけうなずいてくれたということは買ってくれるの、野村様一人顧客を手に入れました、顔は覚えてくれる、ぜひ2枚待っとるぞ、ぜひとも東山動植物園で動物と触れ合い、はい、そして名古屋城で侍と触れ合いです、はい、これは400年前のゴリラではないからな、同じ名前のゴリラはおりますけども清正、はい、そしてから名前取った清正というゴリラもおるので、こちらもぜひ見に行ってもらいたい、だから袋手長猿の兵士というサルゴリラ、これ最近有名でございます、このアーというもの一番受け取りじゃないか、鳴き声が変わってるみたい、どうなっちゃったの、うんうんこれ嘘だと思うじゃん、まことじゃから、これじゃから一緒の声じゃから、この鳴き声を東山動物園見に来てもらいたい、見に来てもらいたい、名前空港から、はい、名古屋空港へ直行1時間ほどじゃな、大変でございます、あっちゅう間でございます、ぜひともあ、アシステンが、そしてこの町は我らグリーティングショーしてこの場内ではなく、まあ、このイオンの中を南の交流深めてまいる次第なので、ぜひともみんな最後までこの場所で楽しんでもらいたい、おじゃ最後まで楽しんでまいる、それではまた会おう、さらばしょう。